ワントゥー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 ワント
ワントゥトゥ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 赤狼のパソコン版ですね。で初見プレイです。これは保存はこのままで良いのか。配信の設定に珍しくゲームタイトルが入った。いつもはね、配信の設定でゲームタイトルが入んないですよね。あ、違う。シュミット・ハンスさん。いや。やっぱりファイルの再生設定がどうなんだろうな。なんかおかしくなってんな。まあ、特に問題ないっしょ。で、とりあえずは時計、こちらの設定で時計が見えればいいかなと。じゃあもう一個時計出しとくか。ああ、画面が消えてしまう。ああ、ダメだ。時計が。この状態だと、画面が出なくなる。違う。なんでギンプが起きている、ギンプを閉じる。セキロで、この状態で、こうすると、あ、ダメだ。時計が2個になったね。で、こうだな。よし、行くか。よいしょ。よいしょっと。今日もマイクのケーブルが短いね。絡まるわ。セキロシャドウズダイトゥイツトゥワイス。コンティニュー。まだ始めたばっかりですね。スタートした直後です。とりあえず何をしていいかわかりません。どこ、ここどこ、盗み聞き。何、君櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。あれが月見櫓かな。なんかオプション設定に義手がどうこうってあったんだけど、これ右手が義手なのか。左手が義手なのか。とりあえず両方とも普通の手に見えなくもないですね。張り付く。あそこに人がいる。君櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。あ、これはあれだな。閉まっておる。あの村の入り口でこう村の名前しか言わない人のあれだ。閉まっておるぞ。そうか、そういうことか。あそこに行けということか。こっち見てねえな。この辺はあのあれだな。
メタルギアソリッド的なやつで行けばいいんだな。物音を立てなければよい。エルドとかできんの？できなかったね。ヘリの近くで X ぶら下がり。これはヘリの近くじゃなくてヘリの近くだってこと。そうだね。ヘリの近くじゃなくてヘリの近くだね。おエルド。ぶら下がり中に L、ぶら下がり移動。これで L ドね。もう一回やっとこう。ぶら下がり中に X でよじ登る。X で L ド。よし。よし、ヘリの近くでぶら下がるぞ。あれか、ミッション脱出するときにヘリを呼ぶのか。そうかそうか。で、X で登るんやな。登ったでー。よじ登り。よじ登りも、どこ登んの？登れる？登れないね。捕まれるところがあるのか？もう満月やの。ヘリじゃないね。崖からだね。確か、L ボタン押し込みで、かがむ。よし。あれこれ画質最高設定に近くしてあるんだけど、カクカクしたりしてないんすかね。大丈夫ですかね。こっちのモニター画面はね、なんか赤くなってるね。なんでだ。まあいいけど、なんか言われたら直すべく努力するか。よし。どこ？ここ。ここ来たんね。よじ登る？よじ登るっちゅうのは、ぶら下がる。よじ登る。ぶら下がる。こういうことね。この人は忍びの人なのね。なんかやらかしてこう、捕まっちゃったのね。でよくわかんないけど、普通のロイヤルだとなんか脱獄しちゃうから、こう崖っぷちみたいなとこにしまっとけみたいなことなんやろね。うん、これ降ってるのは雪かね。綺麗だね。ちょっと埃っぽくも見えるね。と、あおー、したっけ。よし。これか、これが月見櫓。ジャンプぶら下がり A でジャンプ、ジャンプして捕まれということやね。と、捕まったで。 T で降りる。こうか。よし。でまたエルードでーす。登ってええんかのう。誰もいない。いないよね。あ、うお、いないよね。よし。誰がいい？誰もいない。よくわかんないけど、見つかっちゃダメみたいですね。和風のメタルギアっぽい感じかな。X で登る。多分これ作った人メタルギアとか好きなんだろうな。と、誰かいる。誰かいるけど本を読んでいる。イベントかな。アラートかな。どっちかな。降りる。おお、行ってみるか。多分ね、ここはイベントのような気がするね。イベントだったね。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お知り合いの方ですね。
お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。寒いやろね、ここね。開けっぱなしだもんね。雪降ってるし。表を上げよ。おお、刀か。くさび丸。そなたの刀だ。あ、私はくさび丸というのね。我が忍びよ。刀はもらったけど、一本だけかよ。主従の約定に従い、命を落とし、我に仕えよ。はい。御意。くさび丸。お、刀をもらったよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。これは防損的なものなのね。ヒットポイントを回復させる薬水の入った瓢箪。ヒットポイントを回復させる薬水の入った瓢箪。休息することで瓢箪の薬水は再び満たされる。読めない。薬師、道元、その弟子の一人が作り出したもの。おのずと薬水が湧き出すなど奇妙だが、そこには種がある。種があるのか。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。橋の下に、橋の下に抜け道がある。橋の下、ここから行くのか。狼よ、無理はするな。どうか傷を癒してくれ。お、傷、もう、あれやね、左下のこれがヒットポイントやね。これがなくなると死んじゃうのかな。使用アイテム、傷薬瓢箪、帰り仏。帰るための仏。ほう、ルーラみたいなものか。薬水、薬水と読むのかな。薬水、これか、右下のこれか。薬水瓢箪。飲んだで、なくなった。あれ、また外やど。誰かいる。いない。
お、剣を抜いたぞ。忍びの攻撃はまた読めないですけど、タイミキっていうの、タイミキを削り取るためにある。攻撃を重ねるとやがて敵は体勢を崩す。体勢を崩せば2殺で一撃で殺せるであろうと。 RB 攻撃、体勢が崩れた敵に RB 2殺、こういうことやね。お、やばい、見つかる。いませんよ、いません、いませんよ。ターゲットを固定、解除。こういうことか。お、やばい、もう一人来る。カチャミカチャミカチャミ。お、向こう行った、向こう行った。いませんよ、いません。よし、今だ。RB 攻撃？やったか。あれ、目で見つかった。なんでそんな派手なことをする？そんな派手にしたら見つかっちゃうやろ。あ、せっかく後ろから近づいたのに。あ、なんだ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 。この人普通に動けないのか？体が不自由なのか？なんだなんだこれ、なんだなんだなんだこれ、この人は普通に動けないのか、不便だな。前だろ、後ろ、左、右、動きが変やで。なんか特殊な動きとかできるんだろうか。食らった。刀で切られたらね、戻るわな。痛いんですよね。ん、なんかえらい癖のある動きやね。お、なんか捕まった。お、切られた。あ、また切られたね。あ、死んでしまう。おお、あれ、死んじゃった。やり直すか。あ、でも体力が回復してる。で、刀を抜いて、あ、まあ、来てる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 。お。受けれないのか。おう、こういうこと。あ、やばいね。切られるね。なんかよくわからないな。剣は大丈夫なの？これ刀。刃こぼれとかしないのかな？
さ、あれ、さっき倒した人いた、いたいたいた。何も持ってない。なんかもらえるわけではないのね。どこに行くんだっけ？橋の下になんかあるって言ってたな。橋は、マップはないの、マップは。通信設定。どこに何も持ってないね。あ、これマップなのか。まだ何もないね。なんだこれ。お、見つかった。やばい。よし、このばかりでは崩せない相手もいる。敵の攻撃を弾けば、その勢いを利用して体勢を体勢を削ることができる。優れた忍びの防御は同時に攻撃を兼ね揃えるのだと。敵の攻撃に合わせて LB 弾きと。これか。これか。これが弾きやね。おーん、食らったのこれは。あれ、終わったまた。ちょっと弾きの練習がしたかったですね。これは、特にアイテムとかはないのね。橋の下になんか、なんか抜け道がある。橋？橋の下？こっちには人がいるね。なんかこう、マガジンとか投げて、よ、ターゲットを固定して敵を正面に捉え続けることで攻撃や弾きなど剣才アクションがしやすくなる。 R ターゲット固定解除。固定中に R ターゲット切り替え。あれ、どこ見てるんだこの人。ターゲット固定中に R ターゲット切り替え。こういうことか。どうしよう、なんかないのか、投げるものとか。二人いっぺんに相手するのは嫌だな。なんかマガジンとか投げてこう一人だけおびき寄せたりできないのかな。あれが一人呼び出すともう一人ついてきちゃうやつか。そもそも呼び出すことができないのか。どうしよう。正面突破で行ったら死にそうな気がするな。あんまりこういうので正面突破で行くの好きじゃないんだよな。正しくこう教科書通りに行きたいですけど。あ、わざと見つかればいいのかな。見つかったよね。来るんじゃね。様子見てくるとか言って、こっち来ね。張り付く。あ、違う、薬とか飲んじゃダメですわ。なんだっけ、張り付く。コンコンとかできない。見つかった、見つかったで、見つかった。どうしよう。二人とも来るの。一人でいい、一人で。二人は来なくていいでしょ。どうした？どうしたのかな？来ないのか？来ないのか、そうか。逃がすなって。でも来ないんでしょ。じゃあいいよ。これ橋かな。橋じゃないな。あ、ここにも誰かいる。後ろから行こう、後ろから。正面突破はね、良くないですよ。ゲームスタートしてすぐにお世話になった人やね。こんなとこ初めてすぐのとこに人いたら見つかっちゃうじゃないですか、もう。はい。おじゃ。お。お。お、これか、弾いたか。これが弾きというやつね。あ、剣大丈夫かなこれ。結構返り血とか浴びてる。刃こぼれしたりとか錆びちゃったりとかしないのかな。てかざっくり切ったけど、なんかあっさり刀抜けたね。大丈夫なのかな。刀ってこんな使い方するもんじゃないんじゃね。
そもそも一本しか刀がないっていうことはなんとかならんのか。まあ、道端にいっぱい刀が落ちてても嫌ですけど。まあ人切ったらもう刀はちゃんとお手入れしないとダメよね。お、なんかあれこっちスタート地点だっけな。最初こっから来たんだな。で、なんか下水道みたいなとこがあって行き止まりなんだな。こっちは行けないの。お城みたいになっているね。ダメだね。これはあれか、パワープレイでメタルギアみたいなことなのかな。できればステルスで行きたいな。あんまりね無理してこう戦うのは良くないですよね。あれ、あれさっきの逃がすなとか言ってたけど来ないじゃん。なんかこうないの？弓とかない？あ、来た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 、走ってきたね。よいしょ。おー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 、こんなとこにいたわね。切られたよ。弾くと良いらしい。おーっつー、弾く、なかなか難しい。うわー、死んじゃう死んじゃう。あれ、これさっきの人？アイテムには様々な種類があり、状況に合わせて切り替えて使用できると。極端なやつだね。終わったー。こういうことや。今ざっくり言ったけど、刀ってそんな簡単に抜けるもの？あれ、なんかざっくり切ったけど、なんかこのゲーム刀の扱いがひどいわ。あれだね、絵は綺麗だけどサムライ道とかとあんま変わらないね。なんかここまで絵が綺麗なのにすごく不自然だね、なんかね。攻撃を弾き、すかさず返し切りをする。そうすれば敵に休む間を与えず、タイミングっていいのかな、読み方が違うような気がするな。なんとかダメージを与える。敵の攻撃に合わせて LB 弾き、こういうことやな。あれ、そうか、やったか。あ、喉に刺したよ。一度の忍殺では死なぬものもいる。だが一度で死なぬならば幾度でも殺せばよいだろう。ヒットポイントゲージの上に印刷マーカーが表示された敵を殺しきるには、マーカーの回数だけ印刷をすればよい。あれ、相手って人じゃないのか。長い刀持ってんな。そんなに刀長かったら、あれ、死んじゃった。ずいぶん長い刀を持っているな。あんなに長い刀だとかなりの重量はあるはず。身長どのくらいあるのかな。てかこの主人公は身長どのくらいなんだろう。この子はだいたい小学生か中学生ぐらいな感じするね。そこから察するに、これが出入り口でしょう。違うな、ここはお寺みたいな建物だから普通の建物とは、とりあえずもうちょっと進めよう。ターゲットを固定して、あんましこうステルスで行っても意味がないらしいので、そういうことやな。ざっくり、ああずるいじゃないか。バッサリいったね。なんかね、時代劇とかだと、あ、違うな。最近の時代劇とかはあれなんだな。いやいや、我こそはとかやんないんだな。
お、なんだなんだなんだ、こういうものなのかな。お肉ってそんな簡単に切れるもの？いや切れないだろうな。刀がスパスパと切れるということ？でもそんなに何回も使えるもんでもないしな。おや。お、サクサクしている。でももうすぐ死んじゃうな。おい、地面を切っちゃダメですよ。あれ、やばい、死んでしまう。いたわ、来た。さっきの強い人か。あ、刀、長い刀を持ってる人だ。まあこんな勢いで食ったら返す刀が戻ってこない感じになるんじゃねえのかな。あれ、死んじゃうんだね。やばい。ヒットポイントをゆっくりと回復させる丸薬。この地に古くより伝わる秘薬、イニシエの戦でも使われた記録がありで、なんだ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 、なんとかの不当を世に知らしめたというちょっと読めない感じが多すぎる。丸薬を入れた印籠は戦勝のお守り代わりであまりに言う。また読めないな。こんなに読めない感じがあったのか。よいしょ。どこだ。あ、そうだ、抜け道を探してこいって言われたんだっけ。抜け道はどこだ。抜け道っていうぐらいだから隠してあるんじゃないのか。違うのか。あれか、キャンプファイヤーがあったらセーブとかできないのか。なんだこれは。握り灰、灰を握り固めたもの、敵に投げつければ目くらましにはなる。この何とかな、国は雪深く、いろりの灰ならばいくらでもあると。おお、握り灰にどこ、ここした。戻るにはどうしたらよいのかな。こっちからは戻れないっぽいね。壁にくっついたったね。よし、とてい、ぶら下がる。この辺、あ、橋だ。ってことはこの辺に隠し通路があるかも。隠し通路、ここ登れんかな。お、この辺はトゥームレイダーっぽい。あ、誰かいる。でもな、死んじゃうな。今ね、戦いを挑んだら死んじゃうんですよね。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。なんでそんな説明口調やねん。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。そう、人が来るということか。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。ほう。どうするんだ。この辺に隠し通路があるらしい。降りる？いや、降りたら死んじゃうだろう、これ。途中で、落ちる途中で、タイミングよく何かに捕まればいいんだけれども、平気だったね。おー、隠し通路。戻る必要はないのか。なんか口笛で呼んでくれみたいなこと言ってたな。で、どれだ？隠し通路はどこだ？隠し通路？抜け道？隠し通路じゃないね。抜け道って言ってたね。あれか。わかりやすいな。いや、隠し抜け道があんなわかりやすいわけがね。どうやって行くんだ？ここから降りるときに、あ、こっち降りられそうじゃね？あ、こっちか。ここから降りるのか。どっちだ？ここは降りちゃダメな気がするな。こっちかな。あ、おっと。こっち側からか。違うな。あそこまではどうやって行くのだ？こういうことか。雪、いや、あれ、ここはどうしたらよいね。ってことか、あれ、違った。ここはどうしたらいいんでしょうかね。もう一個上に登ってみる？登れないね。お、落ちたよ。何か見つかった気がするけど、何？誰？なんか吐いてる。何この人。おお。いや、捕まった。何これ人？ワニ？インドガビアル？いや、インドガビアルはこんなに小さくないだろう。どこだ？ここかな。ここのような気がするな。どうやって登るんだよ。こっち側からかな。もう行けそうじゃね。あ、行き無理か。登れないね。なんかここをよじ登る。なんか赤い点が光ってる。敵か。どこだ。いたよこう。一発食らったら死んでまう。あ、やばい。あれ、どこ行った。やったか。ここはどうやって登るんだろうね。困ったね。抜け道。これは何？沼なのかな？膝まで沈んでる。水なのかな？沼なのかな？雪降ってるし寒いだろうね。ここから登れる？登れないね。登れた。どうしたらええねや。一回戻ってみるか。お、なんだ。ぶら下がる。張り付く。よし。上から行くのかな。ここはどうしたらよいんでしょう。ここ戻れるんじゃね。あ、戻れた。壁、ここさっき言ったところでしょ。こ
たらいけるのかな。いけそうかな。落ちるな。上は違うな。上に掴まるのかな。お、捕まったぞ。張り付く、ああ、そうか、箱と張り付くということか。やり直し、やり直し。で、のず登るじゃなくて、ここでのず登って、ぶら下がる。あ、違う、ぶら下がっちゃわないな。張り付く。張り付いて、こうだね。せっかくのね、3連休のね、1日目がね、なんか風邪気味っぽくて潰れてしまってね、今日2日目なんですよね、3連休の中日。何をしてたかっていうと、新選組見てましたね。あー、ダメ、飛んじゃダメ。離れる、離れる。なんかね、大河ドラマの新選組見てましたね。ついつい見てしまうね、あんまし見たいと思って見たわけじゃないんだけどね。途中で、あ、やばいと思った。池田屋までは見ておこうと思って、池田屋まで見て、池田屋の次は寺田屋、寺田屋まで見ておこうと思って、そこかてもう、あ、やばいと思ったんで、やめたね。お休みの日にね、新選組見始め、大河ドラマの新選組見始めちゃうとね、それでもう時間が完全に潰れてしまうからね。気がつくと休みが終わってるって感じになるから。休みの日に大河ドラマは見ちゃダメね。どうすんのこれ。張り付く、ぶら下がるわけじゃねえね。こっから登れるのかな。登るわけではないらしい。捕まることもできないね。張り付く、張り付いて、ここまで行ってみる。あれ、ここから、あとはジャンプじゃなくて、こっちやな、ジャンプで行けそう。ダメじゃん。ここから降りる。もう死にはしない。行ける、行ける。これは何？木の枝。気持ち悪いね。お、行けそうじゃん、行けそうじゃん。こっちだ、こっち。張り付く。あれだね、トゥームレイダーとかだとこの辺でガコンって足場が崩れたりするやつだね。バイオハザードとかだとこの辺からなんかガーって出てくるわよ。特にそういうこともなく、どや、絵が綺麗やろうっていう感じなのかな。どこだ。飛び降りるのかな。ぶら下がる。おお。いやー、こんな分かりやすい抜け道でいいのかな。抜け穴だ。これはなんとかの歯笛を吹いて、巫女を呼びますか。巫女でいいのかな。主。たで、はい。狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。ちょっとヘッドのケーブルが絡まっておる。参ろう参ろう。どこに参ろう。血の定めから。逃れることしかできぬとはな。話しかける。この城を出て、いずこへ参ろうか。とりあえず何かくれ。まずは、アシナの国を離れるか。アシナの国、あるいは、どこかに身を隠すか。どこかに身を隠すか。そなたはどう思う。とりあえず隠れよう。御意のままに。御意か。いや、聞かれてるんだってば。そなたは変わらぬな。
はあ、まあまあそんなのもういい歳だし、懐かしいと変わらないと思うで。さあ、参ろう。参ろう参ろう。よしよし。とりあえずなんかくれ。行こう。ここを抜ければアシナの城外だ。はい。じゃあアシナの城を出たらなんかくれ。なんかくれるのかな。とりあえず刀が一本っていうのはちょっと心もとないので、脇差しっていうのをなんかこうちょっと短めのこう予備の刀みたいな欲しいですわね。一本だけだとね、刺さっちゃって抜けないってなっちゃうから、このゲームにそういうシステムはないんだろうな。っていうかいっぱいなんか血返り血みたいなのかかってたけど、刀錆びちゃったりしないのかな。切れ味は落ちるよね。久しいな、巫女よ。巫女。叔父上の墓前以来か。誰？源一郎殿。源一郎殿。私は。すまぬ。お任せを。こう、いやでもどうだろう、刀ちょっと長くねって、あれ邪魔だ。手すぐか巫女の忍びを。刀ってこんなにまっすぐなもの。この刀は随分とまっすぐじゃね。アシナ源一郎、参る。あ、切られた。いきなり切られた、ね。はっ。ああ、あれ。背中バッサリやられたけど手が飛んだね。忍びとてこの程度か。いやだってあの始めたばっかりやし、この手で、ね、巫女はもらっていくぞ。でも殺されることはないんやね。これは義手になったね。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。仏師と読むのかな、仏師かな。仏師から譲り受けた忍びの義手、人のそれを模した擬音を軸に、擬音じゃないや、擬骨っていうのかな、擬骨を軸にからくりが施されている。この義手には何を仕込む、この義手には何かを仕込むことができそうだ。大小の傷が刻まれ、血や油がこびりついてはいるが、手入れは行き届いていると。お手手が、お手手が、なんか作ってくれてるのかな。お前さん、名は何という。お、オオカミさん言ってたね。本名かな。差し詰め、任に敗れたオオカミ、
といったところか。あら、お察しがいいわね。言えぬ。言えないんかい。それが忍びじゃな。とりあえず上司室でいいんじゃないかな。わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。仏像を掘っていたのね。画王的なことなのに、ね、わ、これ全部仏像か。すごいな。自分のことを尋ねる。サワンについて尋ねる。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、この人が今まで使ってたのか。ただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。ほう、喋りすぎたな。いきな。このおじさんはあれやね、あの立花東米的なポジションにいるところの人やね。で、自分のことを尋ねてみよう。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ。 ありがとうございます。屍かどうかもわからぬものを、うん、野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。なんと。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。あの巫女さんやね。巫女さん。足なの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう、うん、お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。なんでしょうね。巫女の字について。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん、うん、ただ流因そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。なんと。私の体も妙なこと。お前さんもそうじゃが、うん、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる、うんうん、寺を出て右手の広場にそうした者が一人おる、うんうんうん、妙なことになっておる者同士、うん、気が合うかもしれんな。仲間的なことか。これはあれか、仮面ライダーと立花東兵衛と、滝さんみたいなことなのか。どこで、あの滝さんはどこやねん。この、うん、ここ出て右手に広場があってそこにあの、うん、滝さんがいるのか。滝さん、特に誰もいないとはいえ仮面ライダーが分かる人前提で話を進めるのもちょっとどうかと思うけれども、鬼冒頭系の前で X、 あ、嫁よはとりあえず罰を押せってことか。これか。その前で罰を押す。いや、鬼冒頭系、鬼冒頭系、鬼仏、鬼冒頭系と対峙する。アシナの国に点在する鬼仏を解放し、退座することで各種機能を利用できます。休息するとヒットポイントが全開し、傷薬、氷炭の回数や生じ上限を超えて、鬼仏に転送されたアイテムが補充されますが、一部を除く全ての敵が復活します。死亡後は最後に退座した鬼仏から再開されます。なるほどね。ここで、まあ、セーブ的なことをすると敵が復活するのね。それで経験値を稼げということなのかな。でも経験値とかレベルとかはないんやろうけど、うん、なるほどね。
ジュズダーマゼロ戦いの記録。お札みたいの持ってるね。攻め刀と体力と命中確率。命中確率ってなんだ。とりあえず休息してみよう。あれセーブしますとかないの？このセーブしますとかはないね。設定ゲームオプション初心あれ鬼仏と対峙する。おやーセーブしますみたいなコマンドない。うんまあいいか。ちょっとアイテムを拾う。岩薬ヒットポイントをゆっくりと回復させる岩薬。この地に古くより伝わる秘薬。古の戦でも使われた記録があり、アシナの不当でいいのかな。アシナの不当を世に知らしめたという。岩薬を入れた印籠は戦勝のお守り代わりでもある。なんだっけ、誰か探してんな。この辺になんか気の合う人がいるから連れてけみたいなの言ってたな。仲良くなれんじゃねみたいなことか。ここかな。さすがに、あ、いた。この人か。なんだ。お、やんのか、ほら。話しかける。こっち見てる。いやーこっち見てるよ。どうしよう、なんかこっち見てる。あ、すごいこっち見てる。なんでこっち見てるんだろうね。まあまあ、え、なんかちょっと気まずいみたいな。あ、すごいこっち見てるね。話しかける。ん？見ぬ顔だな。あ、そのまま話すの。そこもと。こっちは見ないんだね。名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。あ、あざす、あざす。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ。そこもと。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。そこもとさんつの。おお、今日やだった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 危ないじゃないですか。そのいきなりそんな危ないじゃないですか。あれおお。おっと。お友達じゃないの？切ったよ。やはり死なぬわな。ああ、人じゃないのね。お？話しかける？いや、なんかすごい見てるけど、これはあのゲームとかあのストーリーの進行上話しかけないといけないんでしょうね。そこもとの立ち筋。あ、まだこっちは見ないんだね。見事なものであった。どこ見て話してるのかな？かように従前に殺したもの。そうはおらぬ。お主は何だ。死なず。死なず？あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。どこ見て話してるんだ。死ねぬのでただここにおるのだ。あ、そうなんですか。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。いや、あのなんかいろいろあって来たんですけども、御子様をね、あの確かに随分と眉間にシワが寄っておる。まだよく分かってないからね。それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために、死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。そうですね、便利ですよね。承知した。はい。よし。ではやろう。お、早速やんのかい。刀を振らば、気も紛れるというもの。そうすか。なんか、なるべく早く巫女さんとは行った方がいいような気がするけども。力ばまい。練習できるのね。攻撃を練習したいわね。
一個閉じて。おお。こうやな。おお。おお。そうか。って今。さらに参るぞ。はい。そうやね。おお。おう、うん、おう、あれ2回目がうまくいかないな。そうか、さらに参る、また来んのかよ。こうや、あれ2回目がはじけないな。おっと、おあれ、本当か。どうした。いやいや、どうなんすね。そうだね。良き立ち合いだった。はい。あ、どうもありがとうございます。また来るがいい。はい。そこもとの技の試し。そこもとか。そこもとさん。それがしを使い。そこもとさん。刀の修練を積むがいい。積むがいい。修練。攻撃。力ば参る。はい。忍びの攻撃は、耐引きでいいのかな。削り取るためにある。体勢を崩して RB。これはあれだね、斬新ってやつだね。いや、ちなみにいかがした、そこもとよ。あ、これ攻撃するところか。私が言ってる斬新っていうのはあれかな、ゲーム、斬新なゲームねとかそういうことではなくて、身を残すという意味でも斬新ね。あ、攻撃しないと攻撃はしてこない。こっちから攻撃するのね。こっちから攻撃して、崩すのか。それだけだ。さらに参るぞ。はい。そうやね。まだまだ。まだやな、これ。別にこの人は一緒に戦ってくれるわけではないのね。あれだ、良き立ち合いだじゃなくて、V3 でいうところのガンガンジー的なポジションにいる人がこの人か。でもガンガンジーは一緒に戦ってくれるのかな。弾き力ば参る。回避ってあったね。回避ってやってみたいな。どうすんだっけ。そうか、あれ、まだまだ。2回目がうまく弾け、2回連続の弾きがうまくできない。さらに参るぞ。タイミングが違うのかな。あった、そうやな。お、受けた。あ、でもダメだ。やっぱ違うな。こうですか。こうかな。でもなかなか難しい。うん。お見事。お見事。修練の回避。力ば参る。はい。ステップ、Bボタンがステップか。うん。三回目だっせよ。あ、す、う、うん、そうか。
こういうことだ。これで忍殺いいですね。さらに参るぞ。そう、あ、スティックは倒さなくても勝手に受け取れるのかな。あれ、うん、スティックを入れた方向に避けるのか。そうだね。あれや、後ろにはダメ、うん、どうした。相手の攻撃によって後ろとか右とか左に避けるのかよくできてるな。そうだね、さらに参るぞ。さすがだな、そこもと。そこもととの修練だが、そろそろより誠の戦いに即したものも試してはどうか。誠の戦いってなんだ。それがしも殺す気でかかろう。え、マジですか。そこもとの修練としても、その方が好ましかろう。いやー、いいです。いいです。あの、死にたくないので。どうした。なぜ。いや、死にたくないじゃないから。半分は退屈しのぎ。退屈しのぎ。もう半分は、そうじゃな。愛情そこもとの眉間のシワを取ってやりたいのよ。おーおー、さあ、良いからやるぞ。模擬戦が行えるようになりました。じゃあ模擬戦で。では行くぞ。まあ、死んだりはするだろう。そう、強い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 。おおっと、このタックルみたいなのがあるかな。避けるってことかな。あ、タックルやだ。タックル、いかがした。タックルってどっちからなんだ。さらに参るぞ。いや、タックル、このタックルをなんか、タックル来たね。このタックルはどうしたらいいんだ。避けるってことなのかな。回避かな。またタックル来たね。これ避けたぞ。はじいて、お、避ける。そうか、タックルは避けるのか。うん、さすがだな、そこもと。そこもと。よし。また来るがいい。明日また。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。はい。この寒いところにずっと立ってるのね、この人ね。賽銭箱を。時が経ち、行き場を失った砂が流れ着く賽銭箱。箱が光っているときは何かアイテムが流れ着いている。賽銭箱を調べて、銭を収めることでアイテムを取得できる。流れ着いたアイテムがないようだと。あれだね。これはあの野菜の無人販売所的なことやね。行こう。あれ、どこに行けばいいんだろうね。戻った方がいいのかな。一回セーブしたいけど、セーブのコマンドがないね。なんかメタルギアとトゥームレーダーを足して2で割って和風にした感じかな。忍び義手に仕込まれた、また当たらうおでは、どこで道なき道、常人には行けぬ場所へ移動できる。高所から戦場を望めば、どう敵に望むかを計画できるだろう。引っ掛けられる場所には印が表示され、緑色になった時に、飛ばすことができる。なんて読むんだ、これは。なんて読むんだろうね、これね。LT で何か、これか、あれ LT、これか、あれ違った、これか、ん、こういうことか。わあ、トゥームレイダーっぽいね。
なんか縛り付けたりとかできるようになるのかな。そうか。おお。なるほどね。吊り橋が切れてんね。緑。うん。あれ、これ配信の画面って赤っぽくなってたりするのかな。モニターの問題かな。モニターが3枚あるけど3枚とも色が違うからな。なんとかした方がいいのかなと。はい、全く脳知識で始めてみたんだけれども、なんかもうちょっとこうリアルにお侍さんのチャンバラとかやるのかなって思ってたんだけど、足の上場か。なんかね、ゾンビとか出てきたね、いきなりね。っていうことは、あのほら、なんだ、鬼武者的な感じなのかな。鬼武者はね、なんか難しかったからすぐ挫折したんだよね。うわ、これめんどくせえって思ったので鬼武者あんまやってないんだよね。と。あとね、デビルメイクライとかもね、うわ、これパズルがめんどくせえって思ったからやってないんだよね。時間かかるやつだよ、これって思っちゃったんで。ガングレイブとかは好きなんだけどな。ガングレイブみたいにサクサクしたのが良ければ、まあ、ソーシリーズとかやれって話ですけどね。物語メニューが解禁されました。物語メニューでは既に対座したことのある鬼仏を選択し、そこまでサクサクに移動することができます。うん、あ、誰かいる、やばい。これでこの刀はもうちょっと何とかしてほしかったな。ピカピカじゃないですか、光ってるじゃないですか。なんでこの刀こんなに光ってるんだ。しかもなんかやけにまっすぐだしな。日本刀ってこんなにまっすぐなもんなのかな。なんかこんなにまっすぐだと刺した時に抜けないんじゃね。なんかイメージ的にはこう毛先的にざっくり切るイメージなんだけど、万が一こういう刀でざっくり切った場合、まあ勢いつけて鎖骨が切れた場合、多分肉に刺さっちゃって抜けなくなるそうで、死後硬直とかはすぐには起こらないけど、それでもそもそも肉が切れなそうというか、肉が切れたとしても抜けなくなるんじゃね。これもうちょっとなんかシミターみたいに反り返ってた方が実用的なような気はするけどな。日本刀ってこんなにまっすぐなもんだったのかな。うわー、あれ、あ、落ちなかった。どっちだ、あっちか。あれどこに行くんだっけ。なんか巫女さんがあのなんか血がどうのこうので助けてみたいになってるから、行けってことか。別になんか敵倒してもアイテムとかはもらえないんだよね。なんかこうマシンガンの弾とか、ね。あ、どうせだったら敵を倒した時になんか刀の油とかこう紙、なんかあの時代劇とかでお侍さんが刀をこう紙でペタペタやってる、ああいうのがなんかもらえてこう刀の管理ができたりすると面白かったかもしれないですね。この先出てくるのかもしれないけどね。でもって敵に見つかったけども、痛い、なんか投げてきた、もう。あれなの、なんかあのお侍さんであの武士道がどうこうたらこうたらで、あのほらそういうことしてダメなんじゃないの。もうあのほら、いやいや我こそは敵にさ、後ろから襲いかかっては来ないと。あ、死んでしまう。ぶつってる間に死んでしまう。どうすんだっけ。ああ死んでしまう、死んじゃった。なんだっけ、まあ、そうそう、巫女さんを助けに行くんだね。狼よ、我が血と共に生きてくれ。なんだっけ、竜がどうなこうの言ってたね。あれか、死んじゃったからあのドラゴンボールを7個集めて生き返らせてもらおう的なやつか。そのまま死ぬ、回生する。何これ、どういうこと。そのまま死ぬ、回生する。1回回生すると2度目はできない的なこと。なんだこれ、
体勢を崩されてしまったときそのまま寝ていればきっと死ぬだろう。なんだこれは。体勢を崩されてしまったときそのまま寝ていればきっと死ぬだろう。面白いな。転がって起き上がれば隙を小さくできる。敵に崩されたり倒れたとき A もしくは B 転がり回避、 A で起き上がるか B で転がり回避。体勢を崩されてしまったときそのまま寝ていればきっと死ぬだろう。すごいな、これ面白いな。体勢を崩されてしまったときそのまま寝ていればきっと死ぬだろう。そうですか。なんだっけ、龍骨って言ったっけ。あ、また忘れちゃったな。龍なんとかの巫女の力、海星の力を消費して自らを蘇らせる。海星の力は基本の一つは鬼仏での休息で補充され、残りは敵を倒して集めることで得られる。海星は続けて使えるものではないが、敵を倒したり印刷すれば再び発動できる。おうぜ、あれもう死んじゃうじゃん。あれ死んだね。なんかもう改正っていうのは1回で終わりなのかな。あ、死んじゃった。義手人具の使い分け。あ、6時か。死亡すると善意とスキル経験値を半分失う。またそれを取り戻すことはできない。死ねば失うのは免れない。神や仏の助けでもないことには。でもじゃあ神や仏の助けがあれば経験値とかも助けを戻せるということなのか。でも死んじゃったからな。効果と慎重に行くぞ。やっぱあれか、メタルギア的な感じで見つかっちゃダメなのか。でも敵を倒すと経験値とかもらえるのか。でもって移動の時はトゥームレーダーっぽい感じで移動するのね。でもってキャラクターの設定は仮面ライダーと。いろんなもんが混ざってるな。和風っていうのは良かったけどね。一つだけね、今のところね、ちょっと嫌だなっていう点があってね。ゾンビとかは出さなくて良かったな、別に。別にゾンビとかはいいや。妖怪とかゾンビとかは。なんか普通でよかったな。あ、こんなところにお侍さんが。どうやら倒すと経験値をもらえるらしいので、いや、なんでもないです。なんで、なん立ち上がった時に止まったね。シンクロしちゃったね。あれ、どうした、なんだ、なんか見張ってるのが。うん、2人相手にするのは嫌なので1人ずつ行きたいんだけれども、ここで後ろからさっくり行くわけにはいかないのかね。それは武士道には武士じゃないもんね。忍びだからね、後ろからさっくり行けばいいのよね。こんなもんかな。さっくり、お、できんじゃん、やればできんじゃん。なんだっけ、異物なればまとめて習得できる。すなわち殺した敵が落としたアイテムや銭である、もともと置かれたアイテムは異物ではない。異物っていいのかな。近づき直接拾うものだ。×X 長押し、異物を習得、置かれたアイテムに近づき×アイテムを拾う。閉じる。置かれたアイテムってなんだ。特に何もないな。どうしよう。あ、刀は出しっぱなしなのね、しまわないのね。片っぽ義手だからね、刀はしもんといた方がいいと思うの。人もじゃねえでね。どうすんだ。いやー、怪しいけど
二人いるから行きたくないな。おお、城だな。なんかお城がいっぱいあるな。あのでっかいのが本丸か。シャチホコだ。シャチホコだ。おお、かっこいい。なんとか後ろから近づいてさっくり行けないものかね。と、あ、やばい、見られてるような気がすると。誰もいないよね。さて、あ、およおど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 お、いや、来てる来てる。おい、どこ、どっち来てる。張り付いてみる。立ち止まってるね。立ち止まってますよ。いませんけど、何もないですよ。覗き行こう。あれ？いける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 。おっさん。なんか落ちてる。いや、ジャンプじゃなくて罰ボタン。あれ、拾えないね。あれ、ボタンを押してこれ拾うんじゃないの？これ何これ、拾えないの？まあいいか。これは何？こっちは拾える。投げると良い音で割れる。等辺。敵に投げれば注意を引くことぐらいはできる。アシナの男児の間ではこれを投げる割りっこが流行りの遊び。大人になってもみんな名手である。投げるものか。投げると良い音で割れる等辺。お、これはもしかしてあれか、メタルギアでいうところのマガジン的なものか。おおおお、等辺にってなってる。これはなんだ？この人の上に何かこう、なんかふわふわしている。なにこれ？これを拾えないの？これはなんだろうね。経験値的なものが、倒したよってことなのかな？魂的なことなのか？この人の中にはお金が入ってましたってことなのかね？まあいいや。先に行ってみよう。どっだっけ。確か入り口のところに兵隊さんが2人いて、そ、あ、いた、あれだ。ここで、あれ、なくなっちゃった。さっきの、さっきなんか拾ったべ。なんだろうな、さっきせっかく拾ったのに。あ、装備しないとダメなのか。これはなんだ。当編、これ。当編。これをうまく使ってたな。なんとかして一匹ずつにしたいわけよな。ここまで呼び出せないかな。来ないじゃん。ダメじゃん。うわー、あれ、おい、なんか今チャリーンって言った。なんでもないです。なんでもないですよ。はい。
ないです、なんでもないですよ。何これ、ヒットポイントをゆっくりと回復させる丸薬、この地に古くより伝わる秘薬、いにしえの戦でも使われた記憶があり、アシナの不動を世に知らしめたという。丸薬を入れた飲料は戦勝のお守り代わり、戦勝のお守り代わりでもあると。お薬ね、何事？これはなんかバイオハザード的なこと？何？ああ、兵隊さんも来たー。とりあえず傷薬を飲んで兵隊さんを倒そう。だからこの倒した後に出てくるこれは何なんだ？取れないのか？チャリーンとは言わない。なんかモヤモヤするね、これね。なんだろうね。まあいいや、もう一人いただろう。どうやらこの刀は刃こぼれとかしないらしい。あれ、さっき二人いたはずの兵隊さんが一人しかいない。あ、いた。あれは誰だ？あれ、なんか見つかってるよ。いたよ、こんなところに。なんか持ってるし、こんな近くでね、鉄砲なんか。あれだね、なんかマスターキートンの人も言ってたね、鉄砲を相手にした時は投石の方がいいのよ的な。自分が風上にいる時には鉄砲よりも石ころの方が強いのよ的なことを言っていたね。来てる。おら、ほらって、あの、教えていただいてありがとう的な。静かに近づいてくればね、倒せたもの。それはなんか武士道的なことなのかな。握り灰、灰を握り固めた、灰を握り固めたもの、敵に投げつければ目くらましにはなる。アシナの国は雪深く、いろりの灰ならいくらでもあると。どこだっけ。拝んでいく鬼仏、休息する鬼渡りってなんだ。過去に滞在した鬼仏の前へ鬼仏渡りします。休息すると兵隊さんが蘇っちゃうんだっけ。便利よね、死んだり生きたり。あれ、この辺は大丈夫なのか。で、絵が綺麗なのはいいね。丸薬、いた、兵隊さんだ。経験値があるってことはやっぱり戦いながら行った方がいいのかな。戦いたいですか。いや、戦いたくはないです。なので、スルーしていこう。あれ、見つかった？
か見つかってるような気がするね。なんか来てるね。この人後ろが近づいてさっくり行けないのかな。おー、ガードができない攻撃もある。そうした攻撃は決まって危うい。しかし危ういものほど強い殺気を放つ。木の一文字が現れたならば攻撃を見極め応じた対処をすればよい。月攻撃に合わせてエルビア弾き、下段攻撃に合わせてジャンプ、つかみ攻撃に合わせてステップ。あ、そっか、さっき練習した時にタックルしてきたやつはつかみ攻撃だからステップで避けるのか。で、下段攻撃はジャンプ。あ、月に合わせて弾き、うーん、おっと、あ、これが払い攻撃ね。やばいね、死んじゃうね。おっと、やばいよ、なんか来る。避けたね、奇跡的に避けたね。今のは全然偶然やけどね。はっ、死んじゃうね、死んじゃったね。です。やっぱり無理に戦闘しない方がいいみたいね。別にこれといって死にゲーっていう感じではないな。単に わしが下手だから死んでるだけで、多分普通の人はそんなに死なずにサクサクっていけるはず。あ、やばい、またなんか来るけど、ちょっと体勢を立ち直したい、体勢を立て直したい。飛び道具はないのね。下に犬が、ワンコが来てる。あった、ワンコ目。ワンコ目。ワンコ。終わったか。またお侍さんがいるね。結構ワンコ騒いでたけど気づかないもんだね。こっち見てんのかな。後ろ向いている？いや、こっち見てるね。ちょっと回っていこう。また後ろから近づいてさっくりと行きたいね。と、あ、なんか見てる、こっち。いや、見なくていいんですよ。今後ろに回って。てるんで、はっ、あ、これ便利ね。ふわっ、で周りには人はいないことを確認して後ろにサクッ。ええ、青で音。ちぎれた術の玉4つ集めて鬼仏に備えると、
身体力でいいのかな。身体力が成長し、ヒットポイントと体力の最大値が上昇する。今1個持っていると。足側の種でいいのかな。で、薬水が湧き出す源となる種、エマに渡すことで傷薬ひょうたん、傷薬ひょうたんの使用回数上限を増やせる。ひょうたんの薬水が水同じと湧き出す種はこれである。その弟子エマは、アシナに古くから伝わる薬水の曲がりひょうたん、曲がりひょうたんを詳しく調べ、この種を解き明かした。やばいな。なんだろう、メタルギアソリッドをパワープレイでやってるような気分だわ。どうすればいいのかな。向こうからこっちに向かって歩いてくる人いる？いないね。と、落ちたね。別に降りるつもりはなかったんだけどね。カラスが鳴いているね。と、あ、これなんか何かに似てると思ったら、あのワンピースのワールドシーカーがこんな感じだったんだ。あのルフィしか使えないからあんまりやんなかったんだけども、ダメだこれ。もっといろんなキャラクターが使えたらよかったのに。っていう感じで、ワンピースのワールドシーカーは、お、見つかったような気がするぞ。見られてるのか、見られてるのか。あいつらか。侍のくせに石とか投げてんじゃねえよ、的な。うわぁ、なんか強そうな人がいる。ちょっと隠れてると、アラートモードっていうの、エマージェンシーが解除されるのか。あれ？これあれだね、敵に見つかって音楽が変わるのって完全にメタルギアだね。ああ、なんか兵隊さんいっぱいいるのね。兵隊さんがいっぱいいるところには行きたくないね。また見つかったの？上には登れないのかな。下に降りるか。あれ、見つかってる。あ、見つかってるね。来ちゃったね。来なくていいっすよ。来なくていいっす。ちょっと呼んでないんで。出てこなければやられなかったのに。あ、なんかいっぱい来た。いっぱい来たよ。どうしよう。隠れることとかできないのかな。ダンボールとかねえの。と、こうすればいいのか。お、いい感じ、いい感じ。下に兵隊さんいるね。で、周りにはいないね。あ、来てる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 よ。見つかりませんように。ちょっと離れた方がいいやね。よし、これで完璧。ダンボールとか欲しいわ。こういうところでダンボールとか活躍すんのよね。こっち側人いないね。あれ、この人たちって同じところをぐるぐる回っているのか。迫力がなくなって落っこちたりとかはしないのね。さすがに忍びやね。この義手とか外れちゃったりしないのかな。
でもあれだね、手が義手になってるのだけど、ファントムペインっぽいね。敵をやり過ごし、手ない敵をやり過ごしたら、うっしゃいませんよ。ここには誰もいませんよ。何の音？来てるよ。なんか来たよ。見つかったような気がする。おっちゃ、なんか投げてきた。あれ？今ここに一人来たよね。どこ行った？降りちゃったのかな？あ、下にいる。下に降りちゃったのか。そう、降りなくてもよかったの。見つかってるね。どうすかな？あ、また上から来るね。来たね。来たよ。これが1回に買っちゃったら、うわ、なんか投げてきたね。しょうがねえな。あ、投げんな。ああ、切られた。はい。ほら、なんかむにょむにょ、なんか投げてきた。あれ、空中でもいける。オッケー。あれ、どっか行っちゃったね。痛い、めっちゃ痛かった。おいで、死んだった。死んでもだ。いいや、回生。なんだあれ、なんかすごいの投げてくる人いる。どう、こいつだ。痛い。なんだこいつ、鉄砲持ってんのか。ここやんな、ここにいるやつやんな。そう、はい。うわ、なんかすごいの来たよ。なんだあれや。オーガみたいな人来たけど、何、飛び道具とかないのかな。なんかショットガンみたいなものはないのかね。これはあれじゃないか、なんかあのマシンガンとかさ、あの火炎放射器とかさ、あのバズーカとかで。おー、石とか、投石来ましたよ。投石に出てますよ。投石に対しては、あのこちらはあの放水で汚染しないとまずいんじゃないですかね。怪我させちゃうとまずいしね。まあね、怪我はさせたくないんですよね。のであの放水準備をと。どうしよう、なんか下に敵がいっぱいいるよ。なんか爆撃とか要請できたりしないのかな。ヘリコプター呼んでやっつけてもらうとか、そういうわけにはいかないのね。と、あ、やばい。おー、危なかったですね。
どうしよう。こっちに出る。なんか投げるものとかねえの？火炎瓶とかないのかな？当辺投げてみる。いやー、狙いが定められないんだよね。役に立ちそうなものがないね。どうしたらいいんだろう。ああ、落ちちゃった。降りるつもりはなかったんだけど。戦えってことか。はい、ヒャー。はい、ヒャー。はい。はい。死んだね。あれ、弾けないのか。なんだこの人。メスケ、メスケあり、メスケってなんだ。ここにどうすればいいのかな。さっきのオーガンみたいなのなんとかしたいな。あれね、日本語で言うところのデブチンやね。オーガ、オーガ、さっきのオーガはどこにいるのだ。完全に今自分のいる場所を見失ってしまった。どこだここ。あっちか。はい。さっきこの辺に来たんだっけ。あれ、自分がいる場所がわからなくなってしまったよ。こっちかな。あっちか。落ちた。建物の中に入ったね。誰だこいつ。手裏剣車。キコウシゲンドウの作ったカラクリニングの一つ。忍び義手に仕込めば義手人具となる。手のひらほどの大きさだが、手裏剣車の中には驚くほどの手裏剣を収められる。刃の重ねに工夫があるのだ。こうしたカラクリニングを作り上げた技巧が忍び義手にも生かされている。人具はそのままでは使えないと。いいものを拾った。一回お家に帰りたいね。6時半か。いい時間だな。おっと。ちょっと画面がかくつくね。次オーガを倒したいのよ。こいつ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 、どうやって倒すんだろうな。あ、痛い。なんか投げてきた。ちょっと周りの人を減ら、人数を減らさないとまずいね。人数減らしたいね。なんか投げてくるよ。投石してくるよ。投石はやめようよ。固まってやがるな。
難しいな。やばいな、このゲームあんまり長く続けられる気がしないな。あれやり直しなのかな。なんだろう、このゲーム一回こう落としたらもう立ち上げない気がするわ。すんのは。一回やめたら二度と起動しない気がする。目覚めたようじゃな、うん、因果よの、なかなかに死にきれぬようじゃ。手に入れた任務か。ああ、忍び騎士は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。そこもとか、それがしを使い。
力ば参る。まだまだ。まだまだ。うん、さすがだな、そこもと。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。ちょっと疲れた。というかちょっと飽きた。こういうことか。特にセーブスイッチとかはないのね。